じゃじゃじゃ人の大きさが化け物かもしれない。じゃじゃ金魚の結果超かっこいいね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思うんですけれども、今回もね、ちょっと、第2弾ということで、筋肉マン、筋肉マンから、筋肉マンソルジャーですね。はい。また CCP の、マスキュラーコレクションっていうね、はい、シリーズから、筋肉マンソルジャー、筋肉マンのお兄ちゃんですね。筋肉当たるですね。はい。こちらを、はい、開封していきたいと思います。はい。はい、原作カラーバージョンということでね、原作に沿ったカラーリングのやつです。はい。じゃあね、こちらを、開封していきたいと思います。はい。ということでね、もう簡単にもうただポンと入ってるだけですね。あ、ちなみにこれはね、リサイクルショップで、中古で買いました。はい、まあ、これも至っても軽いですね。ほんとなんか重さを感じないくらいに軽いですね。うん、めっちゃ軽い。なんだこれ、なんも特になんもあれだね、台座もないし、フィギュアの出来としてはほんとすごいいい出来なんですよね、 CCP シリーズは。はい、いやいいね、すげえかっこいいわ。筋肉マンソルジャーもすげえいい。いやいいね。原作見るとね、結構強いんですよ。で結構ね、なんだろうね、正義感が感動するんですよね。うん、まさかね、筋肉マンのねお兄ちゃんだとはね、筋肉当たる。いやーいいわー、うん、かっこいい。いやほんとよくできてるね。迷彩服のね、あれがすごいいいね。ポージングもいいし、このバランス感もちょうどいいよね。ブーツもちゃんとね、裏もやっとあるし。いや何よりね、ほんと軽いわこれ。これなんすごい軽いな。いやいいわ。本当はね、このシリーズでロビンマスクとかも欲しいんだけどね、一番ね筋肉マンで好きなのロビンマスクなんですよ。はい、なのでね、ロビンマスクもこのシリーズ欲しいな。いやいいね。はい、自立は普通にするのかな。あ、自立は普通にするね。うん、何も大差なくても普通に結構しっかり立つね。うん、大丈夫そうだ。ほら、こう普通にポンと置いてもなんか普通にバランスをとって立つ感じ。うん、はい、今回はね、ということでまあ短いんですけれどもね、今回は「キン肉マン CCP マスキュラーコレクション」から「キン肉マンソルジャー」のご紹介をさせていただきました。またね、ありましたらよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。